池田幸彦は、日本の政治家、大倉官僚。一回は肖像くらい。君党は朝日大受賞。旧姓は、阿波根。衆議院議員、内閣官房副長官、総務長長官、防衛長長官、外務大臣、自由民主党政務調査会長、自由民主党総務会長等を歴任した。妻、のり子の父は、内閣総理大臣を務めた池田隼人。 妻の名、恵子の夫は、衆議院議員の寺田実、兵庫県神戸市生まれ。父、阿波根信幸は、幸彦の7歳児に死去し、その後、父の郷里である、広島市中島本町へ移る。1945年8月6日の原爆投下時は、母の妹宅近くの豊田郡本郷町に、疎開していたので、被爆を免れた。1951年、 東京都へ転居。東京都立日比谷高等学校。東京大学法学部を卒業。東大法学部在学中に国家公務員上級試験に5番目の成績で合格。1961年に大倉省へ入省。大臣官房文書課に配属。1964年から外務省に出向し、在ニューヨーク総領事館に勤務。 1968年5月に大倉省に復職する。前首相、池田隼人の維持の子と結婚し、以後池田政を名乗る。大倉省では、広島国税局関税部長や大平正義、蔵省秘書官を務め、1975年に大倉省を遺願退職。1976年、第34回衆議院議員総選挙に自由民主党の公認を受け、 岐阜の地盤を引き継いで、旧広島県第2区から出馬し、初当選を果たした。以後10期連続当選。当選後は、池田隼人が設立し、大蔵省で大臣秘書官として仕えた大平正義が会長を務める高知会に入会した。1981年、鈴木善光内閣で内閣官房副長官に就任。1989年、 宇の内閣で総務長長官に任命され初入閣を果たすが、直後に、宇の総介首相の女性スキャンダルが発覚し、宇の内閣はわずか69日で退陣に追い込まれた。1990年、第2次、海部改造内閣で防衛長長官に就任。折しも湾岸戦争の最中であり、1991年4月、 防衛庁長官在任中、海上幕僚長に対し、ペルシャ湾における機雷の除去及びその処理の実施に関する海上自衛隊一般命令を発令。これにより海上自衛隊のペルシャ湾への派遣が行われ、自衛隊初の海外実任務となった。1996年、第一次橋本内閣で外務大臣に就任する。 外省在任中は日米防衛協力のための指針の見直し作業をペルー日本大使皇帝選挙事件の解決に尽力した。また1996年2月、韓国政府による竹島での節岩施設建設計画が報道された際、竹島は日本固有の領土と韓国政府に抗議し建設中止を求めた。これを契機に日本大使館前に 韓国人のデモ隊が押し寄せ、日照旗や池田をかたどった人形を焼いたり、韓国国内で日本球団の嵐が吹き荒れた。金ヨンサム大統領も池田の発言に、そうした暴言は容認できない。断固として対処していくと反発した。この時が竹島の領有権問題を解決する後期だったと言われているが、 反日の動きが激しくなると、橋本内閣は、竹島問題に触れるのを避け、日本側が情報する形で事態の沈静化が図られた。外相は、第二次橋本内閣まで務めた。1998年、小渕恵三自由民主党総裁の下で自由民主党政務調査会長に就任。翌1999年の自由民主党総裁選挙では、 政調会長在任中だった池田は、高知会会長の加藤光一に辞長を求めるが、加藤は応じず出馬を強行し、小渕に敗れる。その後、自治公連立政権発足を受けて、小渕は内閣改造、党役員人事を行い、池田を総務会長に横滑りさせた。この際、加藤は総務会長に小里貞俊氏を押したが、 小渕は自分に反旗を翻した加藤の推薦を尻け、加藤に出馬自体を求めた池田を一本釣りする形で起用した。しかし、総務会長横滑りにより池田は加藤の怒りを買うことになった。小渕首相が既得に陥った際、当三役の一人であったものの後継主犯を内定したいわゆる五人組には体調が悪かったこともあり出席せず、 随時電話連絡を受ける形で森主犯に同意。2000年の第1次森内閣発足後も総務会長に留任したが第2次森内閣の発足に伴う党役員人事により離任。2000年11月に起きた加藤の乱では加藤光一とその名友山崎閣の不信任決議案藤長の動きに反発した宮沢喜一元首相や堀内光浦。 半可党グループの中核を占め、加藤、山崎の動きを頓挫させた。2004年1月28日、直腸癌のため三井記念病院にて死去。去年66、同年3月18日の衆議院本会議における追悼演説は、遺族の希望により、自民党時代に幹事長、副幹事長の関係だった縁で小沢一郎が行った。同年4月に行われた。 補欠選挙では、義理の名、稽古の夫である、寺田実るが初当選した。ありがとうございます。